禁煙を示す、ピクトグラム禁煙を示す、掲示物禁煙を示す、掲示物、歩きタバコは、やめよう東京都台東区禁煙とは、喫煙を禁止する、もしくは喫煙者が喫煙を止めることである。喫煙の禁止としての禁煙は、飲食店や交通機関、さらには路上などの公共の場、もしくはオフィスなど職場での喫煙を禁止するものである。 個別の方針として決定されている場合と、法律により定められている場合とがある。権利としての権煙も参照。喫煙を止める、禁煙については、ニコチン依存症の解決が必要である。能動的にやめる場合を、断煙という場合がある。また喫煙者として、現役を引退、またはタバコなどを卒業した場合を、卒煙という。禁煙それ自体は、 歴史的に古く1575年にメキシコで禁煙条例が出されメキシコの教会またスペインのカリブ植民地で禁煙が命じられたまたオスマン帝国でも1633年喫煙を禁止した同時期に欧州でも喫煙者を教会から破門すべきかどうか議論された16世紀後半にはオーストリアやババリアで また1723年ベルリンで1742年ケーニヒスベルクで禁煙条例が出された。こうした禁煙条例は1848年革命で廃止された。国民規模で行われた禁煙運動はナチスによって行われた。ナチスは大学、郵便局、軍用委員などが禁煙にした。第二次世界大戦後から現在に至る。 禁煙運動は主にアメリカ合衆国から始まっている。日本ではタバコの伝来した1605年頃より喫煙習慣が広まった。当初は薬として喫煙されていた。東大期、慶長13年10月の上に、この23カ年以前よりタバコと運母の南蛮船に来庁して、日本の上下線での処病されこの大雷雨と云々とある。 林羅山は、煙癖があったと見えて、たくなみこキセローに関する文章を執筆している。タバコ文では、拙者、性癖ありれ自給れの、若しかも人に遅れてれの羊入れの両院中に足りれ今、ただしばらく代で酒あたりれ茶飲みかとしるし、酒の代わりとしている。江戸幕府は、失火の原因となり、タバコの食付けは田畑を荒らすなど弊害あるものとして、 慶長14年7月、タバコを禁止した。タバコハットのこと、渡るひれ金とう々ぬん、火事その外ついえあるゆえなり穂積信のはこれを、日本における、禁煙法令の始めとしている。慶長17年8月、幕府は、野草橋、都牛に関する禁令とともに、タバコに関する禁令を出した。1、タバコ給仕費に禁断一ツさ、上は、 小値のものまでも、おれゆうふた見つけ屋から一社、双方の家財を、彼れひれした若又、若た鬼ろし一周ふた見つけ一社、タバコ並み売り主を、その在所に押しよけ、かふたこと上一、乗り付けたる、馬にもついか、改め出すものに彼れひれ、従うと。ふ、鬼なんち一も、タバコ触れかれ作除。右の面向きご両内向九度かれ、日に小触れ一向。 この胸火に青ぐで一者なり、なおジョレケン慶長17年8月6日この後も幕府はしばしば、喫煙及びタバコ工作の禁令を出したが、その頃の落手に、聞かぬ者、タバコハットに、千ハット、玉の海声に、ケンタクの石屋というものがあり、完全に統制されていたわけではなかった。慶長の幕府の喫煙禁止令に応じて、 薩摩の島津藩でも禁煙が命令された。薩摩は、早くより南蛮との貿易を始めており、喫煙風習も広がっていた。文野は、南浦文州で次のような喫煙と大敗に関する、詩を残している。風俗常霊大敗一人々さ人博にその方一、逸巨宝職座修事ツイン二子の無名野草園一等、津藩の禁煙霊については、清古今物語に記事がある。 龍白様おもんみしにおいたりにみよにいち、日本国中、天下より、タバコご禁制に、日に行あたりはじめ、お国元の儀は、渡る中式日に行あたりはじめ公遊行こうどころに、例に位一密密ドンサル社共有れの、後には、おうち、開始罪にされ、日に行あたりはじめ行こううんぬんこれによれば、島津藩では喫煙者を死刑に処していた。しかし、 抑止力はなかったとは見え、同書、前景文の続きに、執着深き者ともは、ヤニを細き、竹キセルに、爪、市長を釣り、そのうちに手蜜蜜丼ため猿者ともも、方々ためありれの有効とあり、さらに後年、薩摩タバコは、名産物になった。アメリカ合衆国のタバコ喫煙率、アメリカ合衆国アイルランドブルガリアその他の、 国家ブータン香港トルクミニスタン大韓民国、カザイスラエル禁煙パトロール次のような法律、条例により、喫煙の空間的禁止が行われている。2017年には、飲食店での原則禁煙や違反者への過量を盛り込んだ健康増進法改正案が、厚生労働省でまとめられたが、第193回国会に提出すらされず、終了した。 日本のタバコの放送。世界保健機関は、世界で、毎年約300万人が喫煙を原因として、死亡していると主張している。病気の原因のうち、最も死亡者が多く、最重要課題である。各国政府は、タバコの害を広く、国民に広告し、禁煙を進める政策を施行している。欧米諸国では、こうした政策が奏功し、 次第に喫煙率は低下している。日本は先進国の中では最も喫煙率が高い。風では禁煙を強く推進しており世界禁煙デーを定めている。なお、1993年に風の国際障害疾病分類第10版において喫煙は精神作用物質による精神及び行動の障害に分類されている。 子供に対する禁煙教育は効果がある。欧米では積極的に禁煙教育が行われて成果を上げている。日本でも禁煙教育の試みがある。なお、エンストローム論文の著者はタバコ産業から研究資金を得ており、その中立性が疑問視されているほか、研究自体に統計上の瑕疵があり、 学会からの評価が低いにもかかわらず、喫煙規制に反対する非専門家などによって、科学的根拠として言及される場合がある。今日この論文は、アメリカで合衆国の裁判でタバコ会社が、御用学者を使って、世論を印象操作しようとした、証拠として扱われ、著者は教授の地位と報給を失っている。自力で禁煙できる人もいるが、含まれる。 ニコチンの依存性のため、禁煙したい人の多くは、禁煙困難とされる。禁煙は、心臓拒血発作を起こした医師ですら困難で、その半数しか禁煙できていない。研究によって、タバコは、強い指摘性があるものだと、RJ レのノルズタバコカンパニーは調査していた。1990年代の研究では、人体への影響、動物実験データを、 総括的に第三者が評価した研究論文ではニコチンはヘロインコカインなどに匹敵する強力な依存性物質であるとする報告も存在するが社会的背景を含めての評価ではコカインほどの依存性はないとする報告もある中脳ドーパミン神経の研究でニコチンとヘロインの脳への作用が類似しているという報告もある 禁煙後の精神的変化を調査したメタアナリシスは禁煙が抑うつ不安、ストレスが減少し肯定的な気分と生活の質の改善に関連することを見出した。効果の大きさは気分障害や不安障害の人への抗うつ薬による治療と同等以上であり精神障害のある人では効果は大きくないようであった。イライラ解消、衰退。 気持ちの抑制、口寂しさへの対処等のための食品、飲料では、水やお茶を飲む、砂糖の少ないガム昆布などが勧められる。2010年のトレンダーズの禁煙成功者500人の調査では、口寂しさの対処に、食品では、ガム43%、飲み物33%、飴31%、甘いもの14%といった回答が得られ、飲料では、 コーヒー67%、お茶52%、ミネラルウォーター28%、果汁入りジュース21%、紅茶19%であった。一回の禁煙の試みは、例えば次のような手順で行われる。2週間以内に、禁煙を開始する日を決める。禁煙の準備として、禁煙中に行うことをなるべく多く考え、書き留めておく。 身の回りにある喫煙関連の用具をすべて廃棄すること。医療機関を受診し、ニコチンパッチを入手する。通常は8週間分であるが、4週間分で行う方法もある。ニコチンパッチを貼る。前に書き留めたことを行う。喫煙は他の習慣と結びついていることが多いので、なるべく日常の習慣を変える。タバコを吸いたい衝動は、 およそ3分で収まるので、その間を乗り切る。少量でも吸えば、失敗に終わる。タバコなどに由来するニコチンは、平均3日で体から消えるが、精神的な依存は、平均30日続く。禁煙後およそ30日が経過したら、一応禁煙達成と考える。およそ平均 2kg の体重増加があるが、禁煙達成後に対策を行う。 達成後に再喫煙してしまうのは、酒の席が多い。なるべく参加を辞退する。やむを得ない場合は、喫煙者の隣に座る。また、ストレスが急に増えた時に再度喫煙することがあるので、対策を立てておく。移動手段として、現役喫煙者とは常に別行動をすること。喫煙エリア、喫煙ルームには近づかない、立ち入らない習慣を身につけること。 現役喫煙者とは別居するのも有効手段の一つである。タバコ代を貯金箱に入れて貯金するなど、禁煙の利益を見やすい形にして、禁煙を継続する。卒煙後は、自分自身のためにご褒美を作ると好ましい。その他には、ニコチン、ダールを体外へ排出する禁煙サプリメントの服用、禁煙を支援する内容の書籍を読み実行する。 ことにより禁煙の成功率が若干上がる。また、専門家によるカウンセリングも有効であり、カウンセリングを受ける時間に比例して、禁煙成功率は最大30%にまで増加する。欧米諸国の先進国では、公的機関による禁煙用の無料電話、EN、クイットラインがあり、禁煙希望者の質問に答えている。2008年から医療機関にて、 保健診療による経口禁煙治療薬を用いる禁煙外来が行われている。薬物療法とカウンセリング療法を組み合わせたもので科学的に卒煙できる方法として注目されている。日本の禁煙外来ではニコチンパッチとカウンセリングを併用して行っているが電話などの相談窓口は存在しない。失敗のケースとして 喫煙本数を一本ずつ減らすやり方は、減らすこと自体が、ストレスになりやすい。また、タバコのない環境に閉じ込める方法も、依存を強めるだけに終わる。かつては、島津藩では喫煙者を死刑にしたが、喫煙を減らす効果はなかった。多くの国では、タバコ製品には、租税が課せられているため、禁煙政策は常に、税収減の可能性と隣り合わせとなっている。 タバコ税の増税という考えもあるが、その結果タバコの値段が上がることで喫煙を止める人が増えれば、当然国家の税収は減ることになるという矛盾をはらんでいる。日本の鳩山幸男首相は、タバコ税の問題に関して、税収の問題ではなく国民の健康の方を重視するのは当然という趣旨の発言をしている。これら22州には、 太平洋岸のすべての州とニューイングランド地方のすべての州が含まれる散歩、体操、映画鑑賞、図書館へ行くこと、ゲームをすること、何かを食べること、歯を磨くこと、水を飲むことなどがその例。2007年4月1日付から一部の車両を除いて車内は全面禁煙になっている。 同様に喫煙ルームは設置されていない。2007年3月31日付までは、禁煙者と喫煙者に分かれて移動することが多かったが、同年4月1日付から、現役喫煙者は、車内喫煙が高確率で不可能となったため、途中下車して喫煙エリア、または喫煙ルームを探しその場で喫煙するケースが、多い。また、 特急券などを必要とする料金をすべてタバコ代に回すこともあり、移動手段はローカル系の可能性が高い。欧米諸国の先進国の場合は、男女の喫煙率の差が少ない要因の一つとして、同居している場合は夫婦揃って、現役喫煙者、または、非喫煙者の割合が極めて高いからである。例として、卒園旅行、女性の場合は、洋服、 タイツ、スパッツ、レギンス、トレンカなどの種類や枚数を増やしたり、美容関連の消費用。ありがとうございます。